あのドラゴンボール最近見てて、装備がこういう線が入ってるだけで、あのなんかこうあってこの骨、ね、そこ、はい、これなんかすりおろすところかなと思って。では最初は私です。おー、説明するとちょっと間違えたかもしれないけど、栗を砕くやつ、これでもカニ砕けるから、他の悪いことをやらない人、アイクラウドっていう少年だけ探して倒そうとしてる。あとファングも入ってます。笑ってたから幸せそうな顔になっちゃって、ファン入れないと悪役感が足りないと思った。うん、足めっちゃ短いです、短いですね。そうですね、あとシャープ痛そう、危ないね、危ない。これは何か入ってますか？バレツが入るけどバレツがない、うん、そう、それちょっと持てないし、持てない、持てない、そう、銃持てない。これはどうやって自分でつけたのか分かんない。トイレどうする？トイレそこまで考えていないが、確かに銃を持てないね。運転とかできる？運転はさすがに。なんか花粉とかどうする？花粉、自分の顔触れない。一応アイクラウドを足せたら、ビクトリーダンスは、ビクトリーダンス、オリンピックのバーを、うん、ま、回る。地味。でもアイクラウドの敵だけど、フリーザーレベルじゃない。これがファイナルフォームじゃない、ね、ギニューの なんだっけ小さいやつ、ゴルドと同じ強さかな。超能力は使えない。弱いじゃない。あ、でもアイクラウド、カニ手の一番恐怖、うん、これがあるから怖い。でもカニ手のヒーローはさ、カニ手片方だけだから、あー、そっか、潰されても別にもう片方で、確かに剣持ってた、ここに剣が当たったら爆発するんじゃない。いや大丈夫大丈夫、カラーだから何も入ってない。カラーおしゃれ。おしゃれだから、おしゃれ、スタイルが大事。次はソニーの、ちょっと真面目でちょっとやりたいでした。アトランティスみたいなシー女、なんだっけ。あ、これ女の人、そう、おっぱいは見えない。これ何ですか？あ、魚っぽいの、エラ、うん、あのフィン、ヒレ、ヒレね、そう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 、フィン、アトランティスっぽいかなと思って、カニがなんかバチャッ。カニ手の手を魔法じゃなくて物理的に殴って潰すってこと。いや、でもこれと魔法、あ、魔法も入ってる。いや、魔法使いの棒は持っているのに物理的に、そう、でもトーハンマーと一緒じゃん、トーの、そうな、魔法ですよ、ハマーが魔法使える、使いますよ、使えるんだ、うん、知らなかった、うん、アイクラウドと同じようにこれ結構ヒーローっぽいね。でもどっちでも、どっちでも、そうね、うん、目がシッと、なんかセーラームーン時代の敵に、なんかセーラームーン時代か、なんかジェダイとか現れそうなイケメンヴィラン。ああ、もし男性、そう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 、セーラームーンのいいところがちょうど間くらい、女の子なのか男の人なのかで、結局海外だと男の人。そう、実はもしもっと時間がある、足細いとか、あと、お、いいんじゃん、いやいやいや、細くしないで、これこれこれでいいじゃん。そう、実はチャンディのインスピレーションでした、ね、そう、チャンディのティックな足、ティックな足がいいかなと思って、服もちょっとチャンディのなんだっけ、この真ん中の、あー、チャイナドレスみたいな、そうそう、あと的な足、あー、なるほど、これがちょっとインスピレーションでした。だからちょっとテックな感じが、一応チュンニーは悪役じゃないって分かってます、うん、結構ヒーロー、あの、ね、警察として働いてる、そうバイトはヴィレン、バイトが仕事はポリス、そう面白い。ではうわー、かっこいい。チェーンをテーマにしたんで、まあ、時間なかったんで書けなかったんですけど、髪もこう手も巻いてて、こっちの手も完全にチェーン、あー、はいはいはい、おー、だからチェーンがバーって散ってる、これ怖い、髪の毛もチェーン、あー、いいですね。その一つのテーマ、チェーンっていうテーマに沿ってキャラ作ったら、まあ、分かりやすいかなっていう感じでデザインしておきましたね。まあ、時間があれば全然もっと描けましたけど、まあまあまあ、こんな感じですね。描きながら、はい、チェーンの使い方を考えていたか、最初からどういうところをチェーンをつけるか決めてから描いたんですか？とりあえず髪はチェーンにしようと思ってて、うんうん、それ以降は全部描きながら、おお、やっぱり一つのアイテムとか決めたら、うん、それをどうするか、そうっすね、
クラウヘンと喧嘩見たいですね。借りて。そうね。多分今のトニーのもかっこいいけど、なんかこれが伸びるから遠くから金手を、そうそう、なんかシャーッ捕まえるのは、そういうシーンを見たい。やっぱりこれは結構単純に捕まえるんだけど、やっぱり捕まえるのが大変だもん。そうそうそう、そんなに早くなさそう。でこれの方が遠くからチェーンを伸ばしてアクションシーンにちょうどいいですね。まあそんな感じでチェーンをテーマにデザインして、うん、まあできるだけ衣装とかにもそのチェーンの要素を少し混ぜたりこうとかね、うん、じゃあ次のドキドキ、なんかみんな喧嘩のシーン描きたいですね。戦いのシーン。ああ、そっか、それ面白いじゃん。面白そうだね。あの辺はあのこれもうチェーンですね。ここもチェーンです。そこで曲がれるってことですか。ここは一応肘の位置で、あエルボーの位置で、うん、ここはまあここの腕っぽく見せてるけどもうチェーン。あー、うん、かっこいい。ここからはもう自由に動くよって。最初見たの時になんかスピリットが入ってる、おお誰が負けたのソウルが入ってる、わかる？わからない。わかるの？あ、これ負けた敵が、そうそう、いっぱい負けた敵が腕に入る。そうそうそう、なるほど。それはロックマンじゃん、敵が全員憂いに入ってる。なんかいいね。最初見たの時にあ、これはやばいなと思った。なんかみんなのソウルがキャプチューしました。ちょっとダークすぎる。最後なんかワンポイントとかアドバイス。これだとそのクリを割るやつっていうのがそもそもあのみんなわかるかっていうところがあるんで、ちょっと難しいかな。エンジニアなかもしれないこれ。まあエンジニアだとクビになると思うんですけど。おお。仕事をうまくできなさそうだな。そう、もうベルトどうやって締めたんだろうなって思う。ああ。この辺頭の周りがちょっとまだなんかはっきりわかんないんですけど、これの線は何かなっていう。あのドラゴンボール最近見てて、装備がこういう線が入ってるだけだ。あのなんかこうあってこのここね。そこ。これなんか。すりおろすところかなと思って。便利だな、料理できる。いやでも手回んないから。確かに。あ、でもカニ食べたいから一緒に大根を。かつ買った前提でね。醤油はどこ。醤油は醤油のディスペンサーが。醤油のヴィランが別にいるんじゃないですか。おお、いいじゃん。特戦隊だから。あ、他に、ね、ここで。ああ、いいですね。ポーズもやらなきゃいけない、うん、ポーズもすごく大事で、マッチョで足短いのはいいんですけど、うん、こっちが思ったよりなんかちゃんと書いてるんで、ただもうちょっと極端に太くして短くしてよかったかなっていう気はします。バランス的に、うん、そうなの。単純にこっちが小さくて上の方が大きく書いたかったから、結構スレンダーな足になっちゃって、うん、多分これ自体もその栗を割るやつをそのまま結構書いてるんで、おうどうせヴィランだったらだからここにトゲをつけるとかみたいな悪役みたいな。あ、いいですね。ちゃんとヴィランっぽい演出をつけないともったいないかなっていう。これだと本当にこの栗を割るやつがの精霊かなって思っちゃうから、うん、はい、料理ヴィラン、まあ、顔つきは悪いけど料理ができるやつみたいな。怖いシェフ、いいですって感じですかね、これは。はい、ありがとうございます。トニーはね、ちっちゃいよね。一応やっぱりその女性っていう特性があるんであれば、このアングルだとやっぱ胸はしっかり描いてあげて見えるようにした方がいいかなっていう気はします。結構人型なんでそこまでなんてことはないですけど、ちょっと手がここがちょっとグニャってなっちゃうんで。そうですね、ここはもうちょい方だし、肘の位置はこの辺かなっていう感じですね、うん、伸ばすと、うん、でチュンリーだをするんだったら結構本当にもっとでかく、うん、そうね。で一応まあ水関係海関係と分かるのはここの部分ぐらいなので、うんうん、まあ、もうちょっとなんか例えば足はもう鱗にするとかあるし、はいはいはい、そういうなんか水の中のだよっていう、それぐらい、そうそう、印象がつくようにしたらよかったかなって思いますね。でもまあバランス的には全然いいんじゃないですか。まああとはその手とか、これはちっちゃいから分かりづらいですけど、まあ、うん、手をこう描いた時にあのここにこう膜をつけてあげると、まあ海とかの、ああいいですね、やつみたいにはなるんで。あとこういうのもできれば海なんで、あのポセイドンが分かるように、そう、これ今単にした方が海っぽいなっていう。そう、
最初はやろうかなと思って、でも簡単すぎるかな、まあまあね、ちょっと違うがいいかなと思って、でもどっちでもいいと思う。これはまあ杖でもいいと思うんですけど、まあ分かりやすくするんだったらぐらいですね。字ですかね。はい、そんなもんだと思います。ありがとうございます。では最後に名前をつけましょう。これがクラッシャーで、どう？何をクラッシャーするか分かってるじゃん。あのキャリオクラッシュ、マロンじゃなくて一応ナットクラッカー。確かにナットクラッカー。そういやいや、そうだよね。クリもクラッシャーっていうよりもナットクラッカーだ。クリマスター、クリマスター、クリマスター、いいね、いいね。まあいろいろ問題あると思う。いろいろ問題ある。クリマスターってどういうもの。明け明けなのか、他に関係なくなっちゃった。トニーはどうぞ名前つけてください。シオナ、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 海女。ね、違う、ちょっとバッシュ、バッシュ。なんかこのクラッカーバシャッ、そうね。このテーマが起こる、なんかこれが一番名前なんか関係してほしい。アンフィビアとか。お、アンフィビアいいじゃん、もう決まった。じゃあ決まった。じゃあそれで、それ適当で、チェーンがいっぱい伸ばせそうな、チェーンゲン、チェーンゲン。どうですか、何か名前。もう別にチェーンでいいんじゃないですか。チェーンだけ、うん、まあ確かにそう、日本語の漫画だとチェーンだけで十分かもしれない、かっこよく聞こえるけど、海外の漫画だとチェーンだけがなんかスティン。じゃあ海外的な名前、海外的な名前の感覚が僕にないからちょっとわかんないけど、例えばあの一つの言葉だけだとそのもの思いつくから、例えばチェーンソー、チェーンチャーリーとか、おお、そうね、同じ発音が入っているチェーンチャーリーとか、そう、例えばピーター・パーカーとか、たくさんのみたいな意味で入れればいいんじゃないですか。ミリオンとか、ミリオン、チェーン、ミリオン、ミリオンチェーン、コンストレーナーとか、うわ、もういいんじゃない、ザ・コンストレーナー、オッケー、The Constrainer。 もし怖いな、うん、名前だけでどういう風にやられるか分かるから、そうそうそう、怖い、ね、でも maybe みんななんかコメント欄でなんか、そうね、コメントでぜひこういうあの最強ヴィランの名前をつけてください。ナットクラッカーとかアトランティスの女とThe Constrainer、うん、かっこいい、かっこいい。じゃあみんな、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。